発信できないと思ってたから、うん、やっぱりその海外に行ってから日本に持ってくるっていう、うん、まあ、変な考え方ですよね、うん、まあ、僕ももともとはその映画祭に出すっていうのは結局その日本で上映する時のちょっとしたカンブリッジ、うん、宣伝程度の、まあ、チラシに載せるぐらい宣伝になるかなぐらいのもので考えてたんですけど、やっぱり向こうで上映すると単純にやっぱりお客さんがそこにいるんですよね。それは日本で見る10人と海外で見る10人に別に差は全くないっていう単純なことに気がつくと、はい、作って見てもらいたいじゃないですか、うん、それ見てもらえる場がどこなんだっていうのはもう結構ボーダーレスになってきてて、それが割ともウェブなのか例えば悲劇の場所なのかっていうのを含めて、はい、もっともっとすごい可能性があるなっていう、 そういう意味でやっぱり日本映画のいわゆる評論とか批評使いがまだやっぱり日本映画と洋画全部分けてるっていう、うん、そうなんです、ね、あれはやっぱりちょっともう今の時代にはとかやっぱり海外の映画を見るとほとんど大半の映画が合作なんですよね。せめてアジア映画とかでもねそう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 、アジア映画とかヨーロッパ映画とかアメリカ映画っていうくくりになるじゃないですか。でもそれもややこしいのが、例えばフランスって国は本当アジア人もバンバン支援しますからね、うん、だから普通に韓国フランスが作るとかってあれ作られますし、こういう映画を紹介する番組もすごい増やしたいんだけど、うん、でも全国の番組になるとさっき言ったことが起こるんですよね、うん、この人見てない岡山放送に例えばオンエアしても、うん、いやこの番組この映画見れないから DVD になるまで待ちますって来ちゃうでしょ、はいはい、っていうのがいやこれいろいろ多分日本ならではの、あとは公開順番がずれるじゃないですか、まあ、日本ならではの独特のプリントの数とか、そう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 、新しい形だと作り始めたのかなとか、出口までのことを考えないと、そうもう、ね、撮っただけで終わっちゃい、その昔の監督は撮って、よし俺は作ったからあと任せるぜっていう人たちだったのか、撮影システムは。でもね、それじゃもうね、ダメですよね。どうやって流すかっていうところまでやんないと。映画監督ナイトということで、松永大二さん、続いて、映画パーソナリティの伊藤さとりさん、こんにちは、よろしくお願いします、そして、深田浩二監督に来ていただいております。こんにちは、ありがとうございます。こんばんは、今年ですねピューピルというドキュメンタリー映画を、まあ、監督しました松永と言います、よろしくお願いします、ね、映画好きの方だったらもしかしたらねお会いしてるかもしれないんですけど、映画の舞台挨拶とか試写会とかの司会をよくやってまして、あと番組でいくつか持ってたりする映画を紹介している人です。伊藤さとりです。今日よろしくお願いします。続きまして原監督お願いいたします。どうも初めまして、今年、艦隊という映画を作って、いろんなところで上映活動を続けていました映画監督の深田です。よろしくお願いします。やっぱり僕の今の一番の関心事というか、それは映画作っている自分の、生存をかけた問題でもあるんですけど、やっぱりそのいわゆる多様性っていうものが今その、まあ、これは日本映画に限らず日本の文化状況全体なんですけど、非常に今危ない状況にあって、その大手東宝東映松竹さんの劇場ネットワークに入り込まないと、その私たち多分それは松永さんの映画もそうだと思うんですけど、私たちの映画はなかなかそれ上映がそこに乗っからないと、結局いわば単館系っていうものを回ることになって、そうすると絶対経済的にペイができなくなってしまう。でそれはつまりその経済的に多様性というものが非常になくなろうとしているっていう面もあって、梶本監督が自分でウェブ上に映画館を作って、しかもそれも単純にウェブ配信ではなくて、その時間も決めてそのウェブで見るっていうことをやっていたっていう、でそれが本当にすごい面白いなと思ったのが、まあ、皆さんなんかウェブで見るっていうと、ちょっと昔なんか映画ファンからは、いやそんな映画は映画館で見てことさっていう、うん、いらっとおっしゃる方ももちろんいらっしゃると思うんですけど、僕がそこでやっぱり思い出すのはフランスの例なんですよね、うん、映画業界がそのテレビがバーって普及した時に、その一気にその映画の興行動員が落ちて映画がピンチになったっていうのは、それはもう日本に限らずどこの国も一緒 でそうなった時にやっぱりフランスはいち早くテレビと手を組んで、そのテレビのお金を映画の方に持ってくるっていう、うん、法律作っちゃったんですよね。だからその例えばなんだっけ、エリック・ロメールの緑の光線っていう映画の初公開、初プレミアがカンヌ映画祭と、テレビケーブルテレビだった、カナルプラスっていうケーブルテレビだったように、うん、で最近で言ったらそのゴダールの新作フィルムソシャリズムっていう、うん、ゴダールソシャリズムの初公開がやっぱりカンヌとインターネット配信だったんですよね、同時配信っていう、っていうことを見ると、やっぱりその多様性っていうのを守るために本当に
なんかプラットフォームを広げていくっていう作業は、うん、この柿本さんやってるんだって、うん、ちょっと嬉しいですね。映画祭 そのスポンサーに局とかネットの場所が入ってて、その例えばうちの映画祭に招待したいんですけど、それイコールやっぱりウェブで流したいですっていうのを、うん、結構韓国とかでもフランスも結構そうですよね。だからやっぱり、ま、反対東京国際映画祭でもね、去年ですよね。あ、そうですね、去年やらせていただきました。日本映画ある視点部門で賞を、ね、はい、取ったんですよ。あの反対ご覧になった方いますかね。います。あ、来てくださってる。 ありがとうございます、ね、どうも。あの素晴らしい、まさにだってね、あの青年団という劇団の人たちと一緒にこう、はい、そうですね、出演して、はい、さらにそれを作っているけど、そこにすごい人間ドラマっていうのがこう描かれて、すごい有名な俳優さんが出てるわけじゃないっていうところで、僕は深田監督と初めて会ったのはオランダのロッテルダム映画祭 で、 そ、 で、ね、はい、そのお互いの作品が来ていて、うん、で本当に日本だと想像つかないような大きい劇場で600人ぐらい入る本当劇場がいっぱいになって、うん、みんな僕たちの作品を見てくれるんですよね、最後まで。まあ、それはとてもすごいことで、映画を楽しむあの場所がある、うん、その他の映画監督を招いてこのアグリーという箱の中でみんなで語ろうっていう、 その考えすごいと思うし、あと松永さんをね、私もすごく仲良くさせてもらってるんですけど、だってピューピルって私はこう映画からいつも映画俳優さんとか映画監督さんから、単なる映画オタクからこの仕事始めてるので見ちゃうわけですよ。だから松永監督がドキュメンタリー映画を撮ったっていうので見て、ピューピルさんっていう人を知ったわけですよね。いろんなところとこうやっぱりこうミックスっていうか、どんどんそのフィールドを超えていかないとやっぱもうこれが難しいかなと思うんですよね、うん、いろんなところとこうコラボレーションしていくっていう意味では、日本映画の未来というか、これから先についてどういったことを思われてますかね。いや、逆に僕はまだそのどうしたらいいかってことを見つけていかなきゃいけない段階ですね、うん、10年20年やり続けて今があるわけではなくて、自分の作品を作ってこれからこういうふうに来てくださってるお客さんたちの前に見せるためにはどうしたらいいかってことを真剣に考えなきゃいけないなっていうことを、もう作って終わりじゃないかと。本来ならば、まあ、監督は映画を作って編集して終わりなのかもしれないですけども、はい、その出口まで考えてお客さんに見せるってことまでも真剣に考えていかないと、ちょっと、まあ、自分のその生存の危機というかこの間アグリーのこの窪塚洋介さんに番組に出てもらったんですよ。ピア映画生活っていう動画の、その時にすごい窪塚くんが熱いことを言ったっていうか、私の心に響いたのがあって、それが結局すごい久々の主演映画じゃないですか、はい、で、あ、こういう友達とのインディーズ映画に出るっていうのは斬新だなと思ったんですよ。なんか心境の変化あったなと思って聞いたら、はい、いやそうじゃなくって、すごい面白いものをなんかやる仲間とかって関係ないんだよね、メジャーとかインディーズとかって言った言葉が、そうなんだよな、ボーダレスなんだよな、大作メジャー映画とかインディーズ映画ってくくって見てしまうとその動きで止まってしまうし、映画ってみんなで楽しむものでみんなで見るものなのに、なんかそうやって決めつけちゃいけないな。本当にその メジャーじゃないところで映画作ってる人たちっていうのは本当に過酷な状況で映画を作っていて、まあ、本当に生活が成り立たない、映画作ってるから結婚もできない、子供も産めないみたいないう中で、結婚したらもう映画を諦めなくちゃいけない、諦めるかどうかっていう一切択一を迫られてしまうっていう、それはやっぱりいい状況じゃないなと思うんですよね。日本映画がどんどん元気になってきたのを見ていて、あ、でもなんかテレビの延長の映画もどんどん増えてきてるんだけど、それもいいんだけども、ミニシアター映画っていうののこう見え方っていうものが番組で取り上げられるのがどんどん減ってきたっていうのも問題だし、本当はじゃあそんな映画の中にプラスこんな作品もありますよとか、そうやってお互いやっていかないと、なんか映画のねこう楽しみ方とか質っていうのも変わっちゃうのかなと思いました。やっぱもう作るだけじゃダメだっていう、作ることと多分制度を変えていくことっていうのを、システムを変えていくことっていうのを両方やっていかないといけない、ね、あとは宣伝するところですよね。それは本当に今後の要は媒体側のテーマなのかもしれないし、映画を紹介するこっち側のテーマだと思うんですよね。そうですね。
まあ、窪塚君みたいにそうやってアグリにも出て、そしてちょうど今公開中の源氏物語も出てるって、これ本当にいい意味での私は流れだと思ってるんですよね。その何ですかね、形っていうのがうまく全部、はいね、ミニシアターもその対策っていうのも回っていけば、そうですね、監督たちもそうですよね。やっぱこういうふうにですね、あの劇場に足を運んでいただいて、まあ、若い監督の作品に興味を持っていただいて、やっぱ皆さんと一緒にきっと映画っていうのをこう作っていかないと僕たちだけじゃやっぱ無理だと思うんですよね。なんかそういうふうにちょっとでも今日この話を聞いて感じてもらえたらありがたいなと思います。本当にあのアグリを見た時もそうだし、この深田監督とかあの松永監督との出会いもそうなんですけど、いろんなこう映画のプロデューサーっておしゃべりする中で、新しい才能ってどっかにないかなって聞かれることもあるんですね。それってありがたいことに映画の試写会とかでいろんな映画を先に見れるからなんですけど、で皆さんもこうやってこの映画に気づいて見に、ね、来たわけですもんねっていうので、そういった才能がどんどん知られるような場が増えたらとってもいいと思うんですよね。このアグリーの私は実験的なあの作り方っていうのにすごい刺激をもらって、まあこれから見るのであんまり言いたくないんですけど、その何ですかね、全部説明する映画ではない、でもこれって本当は映画の醍醐味で、見終わった後にみんなであの映画ってどう思うとか、あの終わり方ってどう思うっていう話ができる映画っていうのが楽しみ方の一つだと思うんですよ。でそれをこの映画っていうものは私たちに教えてくれる作品だと思ったんで、ぜひこれから体感してください。今日はありがとうございます。